皆さんこんにちは。美和エリカの英語上達方法の話をします。英語は耳で聞いて口で喋って真似して人前でそれをやってみるっていうのがすごくいいんじゃないかと思うんですけど、これがですね、その音を真似するという時に自分の口から出た音が耳から入ってきた音と一致しているかどうかっていうのを聞き分ける耳っていうのがとても大事なんじゃないかなと思うんですよ。10歳で英語を始めました。よく英語は大人になると、新しい外国が大人になるとなかなかネイティブみたいに話せないって言いますけど、違う違う、自分が知っている音、日本語なら日本語に外国の音を無理やり当てはめようとするからよくわかんないことになってしまって、なんか違うから下手っぽいから嫌だっていうことになっちゃうんですよね。自分の持ってる音に当てはめちゃいけない。新しい音を増やしていけばいいんですね。なのでそれをちゃんと聞き分けて、自分が今口から出した音は耳から入ってきた新しい音と同じですかっていうのを聞き分けていってみましょう。イントネーションもそうです。リズムもそうです。雰囲気も全部音の中に現れています。私こうやって英語を音だけで真似しようと思ってきたおかげで、多分演技や音楽を見る目や聞く耳も育ってきてくれたんじゃないかなと思うんですよ。一石二鳥でしょ、三鳥かな。だから自分から出た音をすごく第三者的にちょっと厳しく、この音は合っているか、ちょっと違うっていうところを微妙に直していけるようにしましょう。耳は育ちます。自分から出てくる真似も育てられます。諦めないでね、真似するだけです。では Brighten up your presence. Bye.